てる？今日の夜に台風が来るんだよ。そうだ、もしよかったら私の家に泊まりに来れば？来るんだよ。怖くないの？それは強いからだよ。よろしくお願いしますね。それじゃあ教科書の115ページを開いてください。それではまず私が一通り読みますので、
たいところがあれば遠慮なく手を挙げて質問してくださいね。この時坂本龍馬が提案したのが、薩摩藩が長州藩の欲しがっている機銃や武器、弾薬を藩名義で購入して提供する代わりに、長州藩は薩摩藩が上京する時の兵糧米を提供するというものでした。こうして両藩が互いに経済的利益で結びつくことによって全身的に連合が形成された結果、1866年1月22日ついに薩摩藩と長州藩との間に同盟が成立することとなったのです。こうして薩長同盟成立の立役者となった龍馬ですが、その翌日寺田屋に帰ったところを伏見奉行の手の者に襲撃されてしまいます。時間みたいですね。それじゃあ次の授業ではその時龍馬を救った一人の女性の話と、その女性と龍馬が日本で初めて行った新婚旅行のお話を中心に勉強していくということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。調理実習で里芋の煮付けを作るんですよ。はい、今まで作ったことがないから勉強になります。あとはですね、前の授業は美術だったんですけど、屋外スケッチだったんです。天気が良くていい気持ちでした。
ある？迷惑っていうか、好きにしなさい。ねえ、あんたもしかして友達いないの？だってはるばる訪ねてきて一緒にお昼を食べたいだろ。まったく、そのうち刺されても知らないからね。私とあんまり仲良くしてるとやっかまれるんだから。まあね、私ってさ、ほら、中身はともかく標準以上に可愛いじゃない？だからみんなチヤホヤしてくれるのよ。でも結局は顔がいいからっていう理由なのよね。いやー、可愛いと気苦労が絶えないわね。それに別に彼氏が欲しいわけじゃないしね。いいわよ。大きなお世話よ。あんたには言われたくないわね。だいたい恋愛だけが青春のすべてじゃないでしょ。友達と作る思い出だって大切だと思うわ。ちょっと、失敗だとか言わないでくれる？げっ、もう昼休みおしまい？次の授業体育だから急がなきゃ。そういうわけだから行くわね。
おい麻生、いい加減起きろって。どうかしたのかって、あのな、放っておいたらお前がいつまで経っても起きそうもないから起こしてやったんだよ。どうして俺よりも成績がいいんだよ。まあそうだな。と、それじゃあ俺そろそろ帰るわ。あ、せっかく起こしてやったんだから二度寝するなよ。じゃあな。前から気になってたんだ。だからどう？俺と付き合わないか？絶対に後悔させないぜ。俺の女になれば毎日可愛がってやる。なあ、一緒に楽しもうぜ。いいだろ、レン。悪いけどお断りよ。あんたみたいな自分勝手な男なんか、まっぴらごめんね。この俺を振るだと？お前バカじゃねえのか？バカはあんたよ。今までいろんな男に告白されてきたけど、あんた間違いなく最低ね。お前殴られたいらしいな。女だから転入しないぞ。やりたきゃやればいいでしょ。あんた脳ガキ垂れすぎるのよ、バーカ。てめえ、顔が良くなかったら誰も相手になんかしねえんだよ。チヤホヤされてせいぜいいい気になってるがいいさ、ブスが。のくせに言いたいこと言ってくれちゃって、私って顔が良くなかったら価値ないの？みんな私の上辺だけが好きなの？そんなの
あんた、そんなところで何してんの？そう、それじゃ。今はあんたに構ってる気分じゃないの。バッカじゃないの。私って嫌な女？いい気になってるバカな女？そう、そっか。ちょっとあんた、それってけなしてない？はあ、私もまだまだね。あんなバカの言うことに振り回されるなんて。そうね。って、あんたまさか、さっきの。ったくもう。でも、ありがとう。おかげですっきりしたわ。なんか、大きな借りを作っちゃった。してないわよ。ほんと、あんたってばムカつくわね。
どうだっていいのよ。なわけないでしょ。あんたこそが暇じゃないのよ。私は。気が利くじゃない。
悪いに？いいでしょ、私の宝物なんだから。そうさせてもらうわね。